ドイツは、ドイツ連邦共和国のケルン市ポルツクに本拠を置く、内燃機関メーカーで、同業では、世界最古の企業である。以降の説明では、国名のドイツとの混同を避けるため、ドイツ車と表記する。ポルツにあるドイツ車本社工場 G613 型機関車、会 1M414 型トラクターマギルスブランドの、消防車1864年3月31日に、 4ストローク機関の発明者として名高い、ニコラウス・オットーにより設立された n a オット l c が起源である。その当時、オットーと共同経営者のオイゲン・ラン断言の興味は、自動車用エンジンではなく、低地用エンジンの生産にあった。1872年には、移動体の動力源となりうる子がたない年機関の、開発を夢見るゴッドリープダイムラーが、技術責任者として入社している。 ダイムラーは4ストローク機関の実現にも少なくない貢献をしたが、1870年代半ばには影響力の大きさや自動車実現への熱意をうとんじられて、サンクトペテルブルクの工場への移籍を打診され、1880年には志を同じくするビルヘルム・マイ・バッハと共に退職した。ドイツ車は個人用の乗用車ではなく、コンバインやトラクターなどの農業機械のほか。 トラックやバスなどの商用車の生産に取り組んだ。ドイツ車では自動車産業の早々期における著名人が多数働いており、創業者であるニコラウス・オットーとオインゲン・ランゲンのほか、1872年から1880年にかけては、ゴットリープ・ダイムラーとビル・ヘルム・マイ・バッハ1904年から1908年10月までは、プロスパー・ロランジュ、1907年には、 エッド・オレブ・ガッティが在籍していた。また、ロバート・ボッシュも、一時期ドイツ社で働いていた。NA オットー &C は1869年に、ロン、オットーローセンとなり、1872年には、株式会社化して、ガスモトーレン・ファブリーク、ドイツ社となった。1921年に、モトーレン・ファブリーク、ドイツ社に社名を改めた後、1930年に、 マシーネンバウアンスタールト・フンボルト社及び、モトーレンファブリーク・オーバー・ウルゼル社と合併して、フンボルト・ドイツモトーレン社となった。1936年には、ファールゾイク・ファブリーク・ CD ・マギルス社を買収して1938年に、社名を、クレックナー・フンボルト・ドイツ社に改めた。第二次世界大戦中には、ドイツ国防軍の戦車や早期車両などを生産していたが、 1943年7月3日夜から4日未明にかけて行われたケルン大空襲により工場はほとんど破壊された。ドイツ車製エンジンを搭載した商用車はマギルスドイツブランドで販売され、特に1960年代から1980年代には人気を博していたが、1975年に商用車部門をフィアットなどとの合弁会社であるイベコ。 に移管した後に撤退した。ドイツ社は本社をケルンのポルツクに置き、2004年の時点では液冷または空冷のディーゼルエンジンを製造していた。大型エンジンは、かつてずーっとドイツブレム全社の工場だった MWM ディーゼルのマンハイム工場で製造されていた。このか、スペインなど各国に自社工場、中国に合弁工場を保有していた。ドイツ社による 買収後、MWM ディーゼルはドイツパワーシステムズとなり、マンハイム工場は船舶用エンジンの生産に特化するようになった。現在は液体燃料、またはガス燃料のどちらでも運転できる白用、発電用エンジンを生産している。ドイツ社は1995年に農業機械部門のドイツファールをイタリアの政務社に売却して、政務ドイツファールとなった。 ドイツ社は出力範囲4の5 0 0ットの空冷、油冷、水冷エンジンを生産している。オーバーホール周期は2万から3万時間と非常に長く高い信頼性が特徴である。北米でのサービス網の確率は遅かったが、世界中で交換部品やサービスが利用できる。ドイツ社の空冷エンジンは通常の動作中に冷却水の凍結、または 沸騰によるトラブルが起こらないため、幅広い用途で使われている。また、空冷エンジンよりもラジエーターが小さく済み、同じ出力でよりコンパクトになる、揺れエンジンも生産している。この他、オイルクーラーとラジエーターを併用したタンデム構成のエンジンも生産している。2007年には、ドイツパワーシステムズを 3i に売却し、以降は、ドイツブランドの小型エンジンの生産。 販売に集中している。エンジン顧客の製品と競合しうる車両や納期などから撤退したのもあくまで顧客にエンジンを供給することに徹するためである。一方、3愛に売却されたドイツパワーシステムズは2008年10月1日に MWM に社名を変更した。この社名はカール・ベンツが創業したベンツ &C から エンジン事業を分離して設立されたモートーレン・ベルケ・マンハイム・エジーに由来する。MWM は、クレックナー・フンボルトドイツ社による買収を経て、ドイツパワーシステムズとなっていたが、最終的に MWM として復活したことになる。2012年、セーム・ドイツファールは保有するドイツ社の持ち分のうち2200万株以上を、ボルボに売却した。これにより、 ボルボのドイツ社に対する持ち分は25%を超え、筆頭株主となった。セーム、ドイツファールは持ち分8.4%を引き続き、所有した。2017年に、ドイツ社は、ボート用の統合電気推進システム及び、ハイブリッドシステムを専門とする陶器度、GMBH を買収した。また、同年に、ボルボは所有するドイツ社株式のすべてを売却した。 ありがとうございます。